ロンドンのショップ外観シルバニアファミリーは東京都台東区に本社を置くエポック社から発売されているドールハウス及び人形。ショコラウサギファミリー1983年10月から1984年10月にかけて当時株式会社エポック社の2代目社長だった松本光雄と当時数名の社員によって商品の考案、開発が行われ。 1985年3月20日に正式発売を開始された。それまでの同社では女子向け玩具の開発と販売は行ってこなかったが、シルバニアファミリーは1985年冬のヒット商品番付で第10位にランクインされ、同社の主力商品となった。日本では馴染みの薄かったドールハウスを紹介するために人形を子供に、 人気のある動物の一家に置き換えて発売した。動物をモチーフとした小型のフロッキー人形としては、すでに1983年9月に、関口から発売された、テディベアストーリーが人気を集めており、シルバニアファミリーは後発だったが、テディベアストーリーがファッション雑貨店や、ファンシーショップで販売したのに対し、シルバニアファミリーは、より店舗数の多いガング店を中心に販売した、ことや、 テディベアストーリーよりも価格設定を下げたことで、先発のテディベアストーリーを上回るほどの売れ行きを見せた。しかし、同業他社による類似商品の販売が相次ぎ、商品の独自性が損なわれ、シルバニアファミリーは売り上げが落ち込む。その後、ブームの一段落と,とともに、他社は製造を終了し、一時期はシルバニアファミリーも水防の危機にあった。 低迷期の1990年には、ピーク時の1987年の1割程度にまで、売り上げが落ち込んでいたが、ファンクラブや反則活動に力を入れた結果、その後は順調に売り上げを回復した。2006年末時点で、累計で約7800万体が販売されており、2015年の累計では、世界の40カ国に輸出され、販売された数は、 1> 約1億2000万体である。玩具の通称として、現在は、シルバニアファミリーと呼ばれているが、発売当初の正式名称は、森の愉快な仲間たちエポック社システムコレクション、アニマル島シルバニアファミリーだった。アメリカでは1986年に発売されたが、当時の代理店の倒産により1989年には、一旦撤退した。 1993年にはアメリカ・カナダに最新出を果たしたほか、ヨーロッパでも発売されている。多くの国でシルベニアンファミリーズの名称で販売を行っているが、北米では商標の問題が発生したことから1993年の最新出時にキャリコクリターズと名称を変更した。森に囲まれたシルバニア村に住む動物たちという設定を添え、 欧米の田舎のような世界観を築いている。発売初期にはヨーロッパのドールハウスに見られるような陶器製や木製の家具が売られていたが、現在日本国内で販売されているものは ST マーク取得の関係上、ほとんどがプラスチック製に置き換わっている。人形は基本的に4から7体の家族単位で発売されている。発売当初の家族構成はウサギ、ネズミ、リス、 クマ、タヌキ、モグラ、キツネの旧家族40体。その後、何度か人形の入れ替えがあり、2008年現在では、ウサギ、猫、犬、リス、クマ、羊の旧家族63体が通常商品として、おじ女、ハムスター、豚などが限定商品として売られている。各人形には、誕生日や趣味などの設定が存在するが、名前は、 その人形を可愛がってくれる人につけてほしいという考えからあえてつけられていない。ちなみに北米英版、ヨーロッパ版では名前がついている。日本版、北米英版、ヨーロッパ版では売られている人形の種類やサイズ、家具の色などが異なる。例えばコアラの人形は2000年代頃には日本版では留学生として子供の人形のみが売られていたが2018年現在、 子供の人形は見られなくなり、お母さんとお父さんと赤ちゃんの人形しか見られないが、ヨーロッパ版では家族単位で売られている。日本未発売の商品もある。ヨーロッパで販売されていたカエル家族のセットには赤ちゃんも含まれていたが、カエルの赤ちゃんといえど、オタマジャクシではなく、小さなカエルの姿をしていた。ドールハウスの他にも、ゲーム化や口述するアニメ化などもしている。また、 1990年当時には、指定の番号に電話をかけると、自動音声でシルバニアファミリーの物語が流れる、サービスも行っていた。1989年エポック社企画、監修、アニメーションワールドの制作、実施により初のキャラクター賞、シルバニアファミリー賞が公演された。公演時間は、約30分。1996年から2004年エポック社企画、 監修、劇団飛行船の制作、実施によって、シルバニアファミリー賞外部 PR 公演が、全国各地で行われた。1999年7月シルバニアファミリー、誕生15周年記念事業として、初のテーマレストラン、シルバニア森のキッチン第1号店を、東京都武蔵野敷地上寺に出店した。レストランの運営及び経営は、エポック社の関連会社のヤングエポック。 ミントなどが担当した。同店は2011年2月に閉店している。2001年1月シルバニアファミリー発の大型外部イベントとして、シルバニア村へ遊びにおいでよ。を1月3日から8日の6日間にわたって、東京、品川プリンスホテルで開催。企画、制作は、やらかす館、監修は、エポック社。 共催が品川プリンスホテルのべ集客数は6日間で約3万人。同年のゴールデンウィークにも品川プリンスホテルゴールデンウィーク子供ランドシルバニア村のパーティーを5月3日から6日の4日間にわたり開催。のべ集客数は約19000人。2002年8月2001年に続きシルバニアファミリーの大型外部イベントとして シルバニアファミリーの夏休みを8月10日から18日の9日間にわたって品川プリンスホテルで開催。企画、制作は、やらかす館、劇団飛行船、監修は、エポック社、共催が品川プリンスホテル、延べ集客数は9日間で約2万7千人。この開催以後、シルバニアファミリーの外部、大型イベントは行われなくなった。 2004年7月シルバニアファミリー誕生20周年記念事業としてグリーンパウチにシルバニアビレッジを開設した企画監修はエポック社アトラクション建設運営は富士急行2005年シルバニアファミリー誕生20周年を記念した初のキャラクター公演シルバニアファミリーミュージカルパーティーイブは大騒ぎが劇団コングマザにより 全国12都市の13会場で行われた、公演時間106分。翌2006年に生産数限定で VHS ビデオソフトと DVD ソフト化された。2006年、全労祭、国民共済のイメージキャラクターに起用された。2007年1月18日シルバニアファミリーの CG アニメが制作されることが発表され。 同年2007年6月20日に CG アニメ3話を、それぞれ DVD で発売した。以後、新作を発売していく予定だったが、2011年2月現在、第3話以降の新作は制作されていない。2009年3月シルバニアファミリー誕生25周年、記念事業として、カシーカ園内に、西日本地区発のシルバニアパークとして、 シルバニアガーデンを開設した。企画、監修は、エポック社、アトラクション設置、建設、運営は、西鉄サービスなど数社が担当した。2010年シルバニアファミリー誕生25周年を記念したキャラクター公演、シルバニアファミリーワクワクミュージカルとシルバニアファミリーワクワクステージが劇団コグマ座により全国で行われた。 同ステージは2015年現在も不定期で行われている。2014年12月シルバニアファミリー初の地域向けライセンスオンライン英会話教室ドリームパイが事業開始した。2015年3月シルバニアファミリー誕生30周年記念事業の一環としてシルバニアファミリー遊びのお部屋が東京都目黒区と大阪府大阪市内にオープン。 同年9月シルバニアファミリー誕生30周年記念ミュージカルショーステージを1日限定で白品観劇場にて公演。2016年3月こもれび森のイ井ライドの一角を改装しシルバニアファームがオープンした。また大阪 ATC 内遊びのお部屋の第2期リニューアル工事が完了し再オープンをした。1985年エポック社の企画により シルバニアファミリー製品の外国輸出プロモーションと市場各班を意図に制作された人形アニメーション作品。カラー16ミリフィルムによるスタジオ撮影のいわゆるコマ撮りアニメ形式の実写人形アニメーション作品。撮影はクローズアップレンズを使用した手の込んだもので美術造形にも予算がかけられており美しく可愛い映像を見ることができる。声優は一人の 語り手がナレーションと主な登場人物の声を担当している。なお、この作品に使用されている背景音楽はこの作品オリジナルである。企画、制作は1985年で長らくソフト化がされなかったが2004年に最新のデジタル技術でフィルムをレストア後にフレアーレジャープロダクツ社から初の DVD が発売され、2006年、 アビーホームメディアから DVD が再発売された。幸運のマスコット休日のキャンプフェアで楽しもう。幸せの4つ用のクローバー2015年現在、これら4話を一括収録した DVD ビデオソフトが外国市場では入手可能であるが、日本国内においては著作権の関係上、発売、販売が一切行われていない。1987年10月から約1年間の 期間を経て、株式会社ディクト東京ムービーとの日米、大合作作品として、シルバニアファミリー時アニメーションが、各は11分、合計26本の TV 用アニメーションとして、制作され、コカ・コーラ、テレコミュニケーションズが代理店窓口となり、北米のシンジーケーションルートでテレビ放映、合わせて、劇場版の公開も行われた。本作は、同時期に、バンダイが、 トンカッシャと米国で展開していたメープルタウン物語に対抗する意図とシルバニアファミリーブランドの米国欧州市場での各販とプロモーションを意図して制作されたものだった。しかし合作作品というハードルの高さから必ずしもエポック社が意図した世界観を反映した作品にはならなかった。1988年9月から1989年1月までの間、 米国シンジケーション系テレビ局にて1回1話ずつ、計26回シリーズとして放映され、1989年3月からゴールデンブックビデオブランドで VHS ソフトが発売された。また、同アニメ作品の著作権はエポック社が有しているもののアニメ制作自体の権利と販売権はディクアニメーションシティ社が有している。これらはエポック社の写真に正式記載はされておらず、 日本国内でのテレビ放送や劇場公開、ソフト化は著作権の都合により一切行われていない。主なスタッフ主なスタッフテレビ放映の半年後から1年後に、北米国内のみで1本あたりには収録、全13巻の形式でゴールデンブックスレーベルによって VHS ソフト化が行われたが現在廃盤。テレビアニメーションと劇場版アニメーションは共に、 著作権が陸にあるため陸の倒産後に再建あるいは何らかの形で原版が米国内と欧州県のビデオソフト制作会社に渡り2015年現在も子供用幼児向けの DVD ソフトとして複数のビデオレーベルから発売され続けている状況であるそれらの DVD ソフトの中には前述のゴールデンブックスレーベルと同一の映像原版を 転用しているものやマスター原版からの再ダビングなどを繰り返した後に DVD 化した海賊版に近い形の低画質品質のソフトも含まれている。これらの DVD ソフトはリージョンコードの違いや映像方式が日本国内のアナログ標準テレビ信号の NTSC では1989年7月エポック社の自社制作による 紙芝居形式のビデオ作品で動きが少なく、定年齢層向けにじっくりと見ることができる作りである。各巻4話ずつ話が収録されており、1話あたり約3分ほどで、1巻あたりのトータル弱は約15分。なお、この作品は、小学館、小学4年生連載のシルバニアファミリースペシャル大きな森の小さな仲間たちをもとに構成したもので。 スタジオで実物の人形をビデオで撮影を行った後に VTR 編集をしてから静止画やイラストも挿入し紙芝居形式で映像化している作品である。また各巻末には映像特典として過去のシルバニアファミリーのテレビコマーシャルフィルムと新商品告知、他の話数の予告編などが収録されている。全4巻を発売。各巻4話ずつ収録。 各館トータル約15分、VHS 方式、ハイハイモの希望小売価格は、各1480円。くしゃみと、初恋夢中になって、雪の森の内訳け花石鹸スタッフは、第1巻第4巻共通。小山真美達田直樹、矢良優作三田ゆ子、野田圭一2007年大手総合商社、伊藤忠商事が、エポック社、日本コロンビア、 小学館とアニメ制作委員会を作り、3DCG アニメーションを制作。2011年8月現在、全3話で制作は中止。前日通り、DVD ソフトとして発売したほか、キッズステーションでも再放送を含めて何度か放送された。オリジナル版におけるキャラクターメイト声の出演者を記載した。DVD ソフトには英語吹き替え版も収録されている。 物語は1話、完結、2011年2月時点で、全3話。DVD には1巻1話収録。全3巻発売、各2500円。ドキドキいたずらマジックプリンセスに憧れて、流れ星の贈り物、シルバニアファミリーミニストーリーが2017年10月7日から12月23日まで、テレビ東京にて毎週土曜朝6時54分からの5分枠で、 放送された。ネットフリックスで、ネット配信中。全12回。ナレーションは、常松歩あゆみ。シーズン2が2018年10月から12月まで、東京 MX、テレビ神奈川にて放送された。東京 MX のみ2019年1月2日朝、シルバニアファミリーアニメシーズンに一挙放送のタイトルで、全12話が、約37分の連続枠で再放送され、 2019年7月から9月末までシーズン2の再々放送が行われた。シルバニアファミリー公式 YouTube チャンネル Amazon プライムビデオでネット配信中。シーズン3に相当するシルバニアファミリーミニストーリークローバーが2019年10月3日から放送地域外向けには m キャスで東京 MX での放送終了から1週間の 間だけ配信が行われている。2020年7月9日から9月23日まで東京 MX で再放送され、この放送より故障が種族名から個人名に変更された。2021年4月25日よりトエル部で放送される。ネットフリックスでネット配信中。全12回。シーズン4。 シルバニアファミリーミニストーリーピオニーが2020年10月1日より東京 MX で放送。全12回。シーズン3クローバーに引き続き、M キャスにて同時配信及び1週間の見逃し配信を行っている。2021年1月3日よりエルブで放送される。シルバニアファミリー公式 YouTube チャンネル Amazon プライムビデオでネット配信中。表記は シーズン3本放送まで、シーズン3再放送より、シルバニア村の宝物から2016年12月16日より、YouTube にて配信、夢膨らむ、憧れの街から2017年4月6日より、YouTube にて配信、空飛ぶみんなの大きな夢から2019年4月26日より、YouTube にて配信、シルバニアファミリーの世界観を、音楽で表現したソフトが過去に、 CD でリリースされていた。ここに記載しているものの中で一部は流通在庫のみの取り扱いであるが、大半はすでに廃盤であり、入手が困難なものが多い。シルバニアファミリーの特約店。2001年10月に第1号店が千葉県市川市にオープンし、最盛期は45店以上の規模と、ネットワークで各地に店舗を展開したが2020年現在は森のマーケットを 森のうちに名称を変更して規模を縮小。限定商品やヨーロッパ、イギリスからの逆輸入品などが購入できる。店舗によってはシルバニアキャラクターのグリーティングやミニイベントなども開催される。2020年4月現在で営業中の森のうちの店舗は以下の通り。以上、2020年4月現在全32店舗限定出店1店舗。 森のマーケット第1号店はすでに閉店、撤退をしている。シルバニアファミリー森のマーケットを保管する形式と、森のマーケットが出店していない地域向けの、ミニ店舗と体感型屋内施設の複合タイプのお店。日本国内5カ所のおもちゃ王国内にある、シルバニアファミリーの玩具と遊べる体感型のミニ施設。各地のシルバニアファミリー館は、遊園地の中にあるため、別途。 各遊園地の入園料が必要。以前は各地の7カ所だったシルバニアファミリー館は2カ所が撤退とともに廃止された。現在稼働中の5カ所のシルバニアファミリー館のうち2カ所は2015年春に設備リニューアルが行われて展示内容の変更がされた。また3カ所のシルバニアファミリー館には森のマーケットが併設されている。1999年7月に 東京都武蔵野市吉祥寺に第1号店が開店したシルバニアファミリーのテーマレストラン。シルバニアファミリー誕生15周年を翌年に控えていたため記念事業として、食事以外にも店舗によっては工作教室などが楽しめる。また、現在店舗によりキャラクターの出演時間や回数は異なるので、あらかじめ来店前にウェブでスケジュールを確認することが望ましい。 2004年7月24日にリニューアルオープンした富士急行の運営する遊園地グリンパ内に設置されたシルバニアファミリーの屋外型テーマパーク。同パーク内のオリジナルキャラクターのの花うさぎのグリーティングが行われている。シルバニアファミリーショーは2014年4月から休止の後廃止された。2009年3月6日にリニューアルオープンした。 西日本鉄道の運営する遊園地カシーカ園内に開園したシルバニアファミリーの屋外型テーマパーク。同パークのオリジナルキャラクターは謎のウサギのショーやグリーティングなどが継続的に行われている。2018年6月23日茨城県稲敷市にある小森レビ森の茨城戸の一部をリニューアルする形でオープンした 首都圏初のシルバニアファミリーをテーマにした屋外型施設。オリジナルキャラクターは存在しないが、ショコラウサギの女の子のオリジナル衣装が存在する。イバライド園内には森のマーケット、遊びのお部屋のほか一部レストラン等でシルバニアファミリーのフードメニューを提供している。大阪 a t c 会場2015年3月20日オープン。大阪 南高 ATC 内に開設した屋内型体験施設。シルバニアファミリーショップをはじめ特大ジオラマやコンテンツを満載したカフェスタイルの店舗。週末にはステージショーも実施する。有料入場料金は税込み500円。2016年3月に第2期リニューアル工事を完了した。大阪 ATC 会場は2016年4月現在も 営業継続中、東京自由が丘会場通称、シルバニアフォレスト。2015年3月27日に自由が丘、スイーツフォレスト隣接ビルの2階フロアを全面改装する形でオープン。2016年2月21日閉店。1年間限定オープンの有料、屋内型プレイスペースであったが、実際は11ヶ月弱で閉店した。 ジオラマ形式のディスプレイとミニショップで構成され、週末にはキャラクターグリーティングや季節ごとのミニイベントも開催し、産学共同プロジェクトによる店舗運営形態を取り入れていた。有料、入場料金は税込み500円だった。シルバニアファーム内2016年5月下旬により、上記、東京自由が丘会場で設置されていたシルバニア村の大型ジオラマを移動設置し、 シルバニアファーム遊びのお部屋として開設した。同会場はシルバニアファーム内の区画に設置され、滞在時間の制限は現時点ではなし。シルバニアファミリー誕生20周年の記念事業として企画された初の大型ミュージカル公演が以下の概要で行われた。公演の模様は2004年当初の発表では、シルバニアファミリークラブ会員向け限定商品として、 ソフト化されたが、2005年4月から DVD 版が一般向けソフトとして再発売され、同時に VHS 版の追加発売も行われた。なお、この2004年公演の演目以降に行われたシルバニアミュー。1985年から1986年頃には、他の玩具メーカーからの類似したコンセプトの商品の販売が相次いだ。 1985年8月、宝が3年2組の仲間たちを発売。擬人化した動物のドールハウスという点は共通しているが、設定を都会の街とし、シルバニアファミリーとは対照的な世界観を築くことで差別化を図った。さらに、同年9月、バンダイがワンニャンランドを発売。1986年2月には、東映動画が制作した。 アニメ作品メイプルタウン物語のキャラクターを使用したドールハウスを同じくバンダイがメイプルフレンドのシリーズ名で発売開始した。これらの類似商品はドールハウスのブームが一段落するとともに数年後には製造を終了している。またシルバニアファミリーが商品化されてからちょうど10年後の1995年に宝から ファーリーファミリーミミコピョンタのシリーズ名称で、ウサギファミリーや動物キャラクターたちが暮らす国をコンセプトとしたガングシリーズが発売されたが1999年頃に販売を終了している。一方、バンダイは2002年9月からサンリオのライセンスを得て、ハローキティのドールハウスを発売したが、こちらも2004年には販売を終了している。 シルバニアファミリーミニストーリーに関するカテゴリー、シルバニアファミリーミニストーリークローバーに関するカテゴリー、シルバニアファミリーミニストーリーピオニーに関するカテゴリー。ありがとうございます。